鹿島アントラーズ、2戦連続無得点での敗戦でサポ大ブーイング。鹿島は FC 東京2対2で敗れ、今季初の連敗を喫した。試合後、2戦連続無得点での敗戦となった選手たちに対し、サポーターは大ブーイングを浴びせた。鈴木イライラしてたな。この状況だと他の FW にもチャンスが来るんちゃう。まあもともと今シーズンはこんなもんだろと思ってる。キャプリッチは当たりだったけど、補強ポイントに合ってたかはわからない。パレジは何しに来たのかわからないから荷物まとめて帰っていい。ユルマは降りてこないでフィニッシャーだけやる約束事を徹底して、中盤で追い越す動きができない選手は試合に出なくていい。守る方はめっちゃ楽だと思うんだわ、今の鹿島なんて。夏まで見てらんないし、今日で愛想づかした人も多いと思う。攻撃するために選んだ監督がポジションができないのに気候しかできないなら、運任せに点が取れてたまたま勝てばいいんじゃないくらい、もはやうんざりしてる。両サイドのクロスの質が低すぎて全く点が入る気がしなかった。ビルドアップも良いが、中盤でのパスミスや印カウンターを食らうのは勘弁願いたい。ボボ就任って時点でこうなるのは分かってましたよ。痛い経験に学ぶ前に歴史に学んでくれ。崩そうとしたがシュートブロックに何回かい、お相手を得意のカウンターに沈んだ。相手の方がチャンス多かったしこの結果は妥当。しかし松木はちゃんと走ってぶつかれる上で、最後のパスの精度とアイデアが高くていい選手だな。なかなかその2つを両立できる選手はいないのよな。クロスの質は論外だけど、SB がいいクロスを上げられるような崩しをするコンビネーションが皆無なのが問題なのよな。今の鹿島はほんと守るの簡単だわ。何一つ怖くない。